チャネナマチスこんばんは。あたくしこの夏イメージチェンジしていきたいと思いますよ。実写化プリンみたいな感じの髪型を今させていただいておりまして、で私がね体調を崩したりとかちょっといろいろあって美容院に行くことを怠っておりました。いや怠ったわけじゃない、行けなかったんです。行かない方がいい人間だ、すいません、日本語間違えました。なんですけども、さすがにねやっぱり人に見ていただくような人間になってしまっている状態なんですよ。なので金髪の方を直させていただこうと思うんですけども、ただもう金髪見慣れただろ、もういいだろみんな金髪TikTok のコメント欄にピンクにしてくださいってたくさんありました。絶対似合うんだろうって思ってます。ですけども最近ストーリーでこんな感じの投稿させていただきました。ストーリーです、気に入っちゃっとるやん自分も、ここのコメントに気に入っちゃっとるやんしっかり。ではいってなわけで、本日私は髪ロボピンキングにしていきたいと思います。なんですけども、だらだらピンキングにするだけでは本当につまらないし、あピンクになったんだってなるだけなんですよ皆さんが。はい、なので私が思うに美容師さんって技術っていうものがたくさんあったりするわけです。なので私は本日こちらのアーニャスタージャフォージャーみたいな感じの名前のちっちゃい生物のこのピンクのこの髪色していただきたいと思います。まだ美容師さんには寄っておりませんが、かなり時間がかかると思います。じゃあね、早速お願いをしていきましょう。それではレッツラガーティン、まずチャンネル、どうもまずチャンネルのまずです。まずちゃん、今日メイク薄い思わないでください。薄い理由はまつげパンもしてもらったから。めっちゃ上がってる、めっちゃいい感じ、もう見てウィンク、はい、かわいいですね。はい、続きましてブリーチをしてもらってます。根元がもうやばいんですけども、これ実は青のブリーチです。青になるんじゃないか心配でしたが、はい、カズレーザーになりました。なんかもうこの時が一番強いと思ってる、何でも怖くないと思っている。はい、で次ですね、色をついに染め始めました。出来上がりはアーニャピーナッツが好き。はい、帰ってまいりました。はい、アーニャにしては来いってなわけですね。こんなに濃くなりました。本来ならあれば近いぐらいの色にはしてくれてて作ってくれていたんですけども、髪が異常発生しておりまして、まあ、私ドライヤーで髪の毛を乾かさないことでドライヤー界の方にはすごい有名にはなりたいと思ってるんですけども、ついにドライヤー乾かさないことが支障をきたし始めましてですね、色を入れたんですけどもう痛みすぎて色は染まらないって、簡単に言ったら海苔、ご飯、具が入ってたりするじゃないですか。ただ色を止めとく成分がお米だとしたら、もうそこの米がないせいで具がボーンみたいなこれ今結構直していただいた方なんですけども、さっきピンク、茶色、ピンクみたいなこれでもめちゃめちゃ頑張っていただきました。美容院に6時間いました。結構大変なところをお願いしてしまい申し訳ございません。そしてねお店の方がすごい優しくて店長になられたみたいで、今後ね YouTuber やりたい企画あったらもうどんとこいと言ってくださったのでやっちゃうよ。じゃあね、まあそんなこんなでアーニャにはなりたいですまあ落ちてくる経過もね、よかったら YouTube でご覧いただけたら嬉しいなと思っております。はい、それではですね、少しでも金髪の方に参考になればなと思います。こちらの動画が良かったなと思う方もいらっしゃ、いいね、コメント、チャンネル登録お願いしますよー。以上、まずまっちゃんでした。ぽいちょー、もう逃げたい逃げたい逃げたい。